俺はケンジ、17歳。勉強が嫌いだ。リン先生、リン先生はいるか？なんだよ。リン先生、教えてください。なんで僕たちは勉強しなきゃいけないんですか？はあ？僕たちが勉強する理由ですよ。学校の先生に聞いても納得できない答えばっかりなので教えてください。こんなに僕はゲームがしたいのに。なるほど、今の学生はそんなこともわからないのか。仕方ない。それじゃあ今日はなぜ勉強しなきゃいけないのか全て教えてやる。ありがとうございます。まず1つ目、勉強するのは騙されないためだ。騙されない？ああ、勉強していない人というのは何でもかんでも信じてしまう。だから世の中に出るとすぐに罠にかかって悪い奴らに搾取されてしまうんだ。例えば？詐欺にあったり、リボ払いしたり、生命保険に入ったり、宝くじを買ったりとかだな。まあもっとあるけど、勉強していない人はその商品を売っている人が何を考えているのかまでは考えない。でも勉強すれば疑問が生まれるだろう。なんで無料でもらえるんだろうとか、なんで簡単にお金を貸してもらえるんだろうってな。なるほど。福沢諭吉先生は言った。学問とは詰まるところ判断力を養うことであると。うわー、福沢諭吉。つまり学べば学ぶほどいろんなことに疑問を持つことができるようになるんだ。なんでこうなるんだろうってな。そうやって疑問に思ったことを調べていくと物事の本質にたどり着くことができる。例えばニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て、なんでリンゴは木から落ちるのに月は落ちてこないのだろうという疑問を抱いた。そんな疑問からたどり着いたのが万有引力の法則だ。もしニュートンが物理学を学んでいなければ疑問は生まれなかったし、リンゴが落ちたのを見てラッキーとしか思わなかっただろう。学べば学ぶほど疑問が生まれ、本質に気づくことができる。そして正しい判断をすることができる。さて二つ目は、学ばなければ人望が身につかないだ。人望って？人望とは多くの人が寄せる尊敬、信頼、期待のことだ。まあ簡単に言うとついていきたくなる人ってことだな。バカな経営者についていく社員がいないように、バカな投資家にお金を預ける人もいない。福沢諭吉先生はこう言った。人望を手に入れるためには知性と心の素直さが必要であると。知性と素直さか。あ、ないな。やはり学ばないと誰もついてこないのか。さて次は、学ぶのは選択肢を広げるためだ。選択肢？世の中には勉強しなければなることのできない仕事がたくさんある。医者に弁護士、教師、テレビ関係者、薬剤師、アナウンサーなど、お金を稼げる仕事に就くためにはある程度の学力が必要なことが多い。高卒の場合はそもそも上場企業の面接試験すら受けることができない人も多い。勉強した人は多くの手札の中から一番満足できる一枚を選ぶことができるが、勉強をサボった人の選択肢は悲しいほど少ない。そうなのか。ちなみにお前、今やりたい仕事はあるのか？まだないです。だったらなおさら勉強しておくといいぞ。え？学生というのは自分がどんな仕事に就きたいのかを勉強を通して考える期間だ。実際二十歳を超えてからなりたい職業が決まった時に学力がないせいでなれないというのが一番辛いんだよ。なるほど。大人って大体はもっと勉強しとけばよかったって言うしな。言えてますね。さて四つ目は、勉強しないと地位が低くなって貧乏になるだ。おー、これがシンプルに一番きついかも。福沢諭吉先生はこう言った。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと。あ、聞いたことあります。人は平等ってことですよね。はあ、人は生まれによる身分の上下はなく平等であるという意味だ。はい。だが本当の意味は違う。本当の意味？はあ、この人間の世界を見てみると、生まれた時は平等だが、年を重ねるにつれて賢い人も愚かな人も出てくるだろう。貧しい人もお金持ちもいる。優しい人も犯罪者もいる。地位の高い人も低い人もいる。この差は一体何だと思う？何ですか？学ぶか学ばないか、ただそれだけだ。この言葉は人間は平等だって言いたいわけじゃない。人間に生まれたからには積極的に学びましょうと言っているんだ。そうだったのか。覚えておくんだ。地位が低くて貧乏なのは学ばなかったからだと。肝に銘じておきます。さて最後は、学ぶとは何かを説明していこうと思う。
数学とか理科とか社会とかの勉強じゃないんですか？確かにそういう勉強もとても重要だ。だが難しい文章を読み、難しい数学の問題を解き、理科の専門用語を覚えることに満足してはいけないぞ。それは金槌やノコギリといった道具の名前を知っているだけで、家の建て方を知らない大工と同じだ。おお、なるほど。ちなみに福沢諭吉先生はこう言っている。実用性のない学問はとりあえず後回しにしていい。それよりも一生懸命やるべきなのは普段の生活に役立つ実学であると。役に立つか。はあ、さまざまな学問を通していろんな事実を押さえた上で物事の性質を客観的に見定める必要がある。この知識をどう活かせるのかを学ぶんだ。ゲームが好きならそれをどう活かす、どう役に立たせる、それを学べ。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。